これより2022年 F1 世界選手権第11戦オーストリア GP スプリントの模様をお届けいたします。金曜日に行われた予選結果が今から行われる 100km のレース形式で実施されるスプリントのスタート位置に反映され、ゴールした順位が日曜日の決勝レースのスターティンググリッドとなります。昨日の予選では、レッドブルのフェルスタッペンが1分04秒984のトップタイムを叩き出してポールポジションを獲得。2番手には、 フェラーリのルクレールが0.029秒というタイム差で続きます。3番手もフェラーリのサインツ、4番手にメルセデスのラッセル、5番手にアルピーヌのオーコンとなっています。6番手ハースのマグヌスセン、7番手にハースのシューマッファ、8番手にアルピーヌのアロンソ、9番手にメルセデスのハミルトン、10番手にアルファタウリのダスリーとなっています。4番手だったレッドブルのペレスは Q2 でのトラックリミット違反で13番手、 アルファタウリホンダの角田選手は14番手となっています。スプリントは24周 100km で争われ、決勝レースと違ってタイヤ交換義務がなく、ノンストップでチェッカーを目指します。特別ルールとしてトップチェッカーを受けたドライバーに発見、8名にポイントが与えられます。現地レッドブルリンクの天候は曇り、気温21度、路面温度34度のドライコンディションです。フォーメーションラップが始まりました。 アロンソスタートできません。ジョン・グアイユーマシンがおかしい。サイド、フォーメーションラップ。23周に変わりました。ジョン・グアイユー、ピットレーンスタート。レースがスタートしました。1ラップ、フェルスタッペンスタート良さそう。ルクレール2番手、サインツ3番手。2ラップ、ツノダユキ16番手。ガスリー18番手。アロンソリタイア。4ラップ、フェルスタッペン、ルクレール。 サインツ、ラッセル、オコン、マグヌシセンまでが6番手。スノダユキ17番手。ガスリー18番手。5ラップ、ペルスタッペン2番手ルクレールに1.8秒。6ラップ、ペレス8番手。9ラップ、ペレス7番手。10ラップ、ペレス6番手。スノダユキ16番手。11ラップ、イエローフラッグ。ベッテル、グラベルでストップ。12ラップ、 フェルスタッペン、ルクレール、サインツ、ラッセル、オコン、ペレスまでが6番手。ペレス、オコンオーバーテイク。14ラップ、角田祐希15番手、ガスリー16番手。17ラップ、フェルスタッペン、ルクレール、サインツ、ラッセル、ペレス、オコンまでが6番手。ガスリー15番手。角田祐希17番手。フェルスタッペン優勝。ルクレール2位、サインツ3位。 結果は次の通り。1、M ・フェルスタッペン、レッドブル。2、C ・ルクレール、フェラーリ。3、C ・サインツ、フェラーリ。4、G ・ラッセル、メルセデス・ AMG。5、エスペレス、レッドブル。6、E ・オコン、アルピーヌ。7、K ・マグネッシセン、ハース。8、L ・ハミルトン、メルセデス・ AMG。9、M ・シューマッハ、ハース。10、V ・ボッタス、アルファ・ロメオ。 11, エルノリスマクラーレン。12, D. リカルドマクラーレン。13, エルストロールアストン・マーティン。14, ジョン・ワイユーアルファ・ロメオ。15, ピーガスリーアルファ・タオリ。16, A. アルボンウィリアムズ。17, 角田勇気・アルファ・タオリ。18, ヌラティフィウィリアムズ。リタイアエス・ベッテルアストン・マーティン。危険 F. アローソアルピーヌ。 レッドブルのフェルスタッペン順当に優勝。フェラーリのルクレール、金差の2位。フェラーリのサインツは、ルクレールよりわずかに遅れました。メルセディスのレッセル4位を守りました。レッドブルのペレス13番手から大きく挽回して5位。レッドブルのフェルスタッペン、フェラーリのルクレールに金差。タイヤマネジメントなのか、金差なのが気になりました。アルファタオリゼー、ガスリーの接触がありましたが15位。スノダ選手も、 17位と順位を下げています。明日の決勝頑張ってほしいですね。